ターフェルシュピッツは牛肉を煮込んで作るオーストリア料理およびその料理に使う牛肉の部位。ウィーンで特に好まれている。ターフェルシュピッツは皇帝フランツヨーゼフ一世紀の好物として知られており、当時のウィーン市民も皇帝にあやがって昼食にターフェルシュピッツをよく食べていた。各種ソースを添えたターフェルシュピッツ。左下がシュニットラウヒソース、右下がアプフェルクレン。 会場の牛肉を、人参、玉ねぎ、セロリ、パースニップ、長ネギなどの野菜や、ローリエ、粒胡椒などの香辛料とともに、ブイヨンで長時間煮込んで作られる。鍋から皿に寄い、アップフェルクレニアシュニットラウヒソースを添えて供される。他にも、ほうれん草のソースや炒めた、ジャガイモ等の野菜が添えられることもある。ドイツバイエルン州のフランケン地方には、 クレーンフライシュという類似の肉料理があるが、豚肉が使われる場合がある点、そしてソースが西洋わさびで味付けされる点が異なる。ターフェルシュピッツの一牛肉の部位としてのターフェルシュピッツは、尻と太ももの一番上との間のあたりの肉を指す。日本では、この部位は、もも肉の一部の、第一や、一部と呼ばれる。また、アメリカでは、トップラウンドイギリスでは、 トップサイドと呼ばれる部位に相当する。ありがとうございます。